非常にこう活気が出た、うん、そういうキャンプだったと思います。今日は実際監督自身が打席に立たれましたが、はいはい、改めて何か変わった印象を受けたりされたんでしょうか。いや変わったというか、やはり一つ一つ、段階を踏んで、うん、明日に、シート打撃をね、うん、投げるんですけど、うん、もう本当に、一段一段階段を着実と上がってきてるなという印象を受けてます。これファンの皆さんは、はい、もうその階段を一つずつ上がって開幕ローテーションに入ってほしいというファンの声が非常に多いんですけれども、はい、監督も早くそういうところを期待してのこのキャンプが次のオープン戦ですか。そうですね、明日投げた時点で、その後の予定が決まっていきますんで、で順調にいけばね、もちろん、ファンの皆さんがね望んでるような、うん、ことに、うん、なる可能性はね、うん、あると思います。